とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しい武器を使ってみようと思います。これですね。トゥルースシーカーです。ちょっと前にタワーで出たやつなんだけども、エンチャントが、まあまあ、理想的な感じかなと思うので、使ってみようと思います。黄金がリフレッシュ。で、こっちを、流れ込む魂でもいいし、爆発でもいい、アンチャンティングでもいい。でも、今回はアンチャンティングでいこうと思います。で、真ん中を、虚無。で、こっちは重力ですね。トゥルースシーカー、昔結構使ってたんだけども、久しぶりに使ってみると、どんな感じでしょう。それでは、行きましょう。デイリー2の沼ですね。ペットが2に固定。で、ハスクに代わって毒の蜘蛛を持ってるっていうところです。毒の蜘蛛がなかなかめんどくさいから、あんまり好きではない。雷と同じぐらいかな、嫌いなのは。雷もね、ダメージえぐいから嫌いなんですけども、このね、毒の蜘蛛も、忙しくなるのがね、嫌なんですよね。ちょっと待って、なんか、凍結かなんか持ってない?霊気か。霊気がいたんかい。道理でなんか、攻撃が遅いなと思ってたら。はい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 。結構効くな。毒の蜘蛛やっぱね、結構ダメージある。注意していかないと、これはやられちゃいますね。で、今回は羽なしです。羽なしで進んでいきます。昔はね、羽なしだったんだよ。羽なしで進んでいってた。なんで今日は羽なしでちょっと昔を思い出しながらね、やっていきたいと思うよ。いや全然いけるよ。やっぱパワーポーションがすごく優秀。パワーポーション優秀だわ。一発確実に300万以上与えれるっていうのがでかいよね。敵がちょっと強かったりしたらドラを使えばいいし。いいよいいよ。で、この動きのね、遅さ、ぬるさっていうのも、そうね、瞬速のポーションが出てきてくれれば、それで解消できるし、まあ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 、おい!戦いにくいな、ここは。まあ、そこそこ、リーチも長いっていうので、他の武器よりは安全に戦えるかな。でも、やっぱね、槍と比べると全然なのよね。槍と比べると、もうリーチなんてそんなに長くない。やっぱり槍がねものすごい優秀なのよ。でもこっちは火力が違うから、火力がね全然高いのでガシガシいける。まあ言うたら槍の無謀を使ってる時の火力と一緒ぐらいになるのかな。トゥルースシーカーはノーマル状態で、かといってこれでね無謀を使っちゃうと、ちょっとリーチが短いので、ダメージ受けすぎるんだよな。ちょっと難しいところ。いいね。DPS は結構高めなんで、やっぱ使い勝手はよろしい。洞窟到着。うわひどいな、こりゃ。これはひどい。ちょっと待って。あ、でも余裕だわ。あエンダーマンが鬱陶しいな。素晴らしい火力、いいね。でプレイヤーダメージ 40% 減少、きついって。それはちょっと嫌だな。 OK。 OK、まあ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 、あーやばいやばいやばい。毒の蜘蛛だった。毒の蜘蛛ね、このねダメージが嫌だ。はい、もう一体ぐらいいるかな。この横になんかいそうな気はしますね。多分いる。おい、重力パルスある。あーあっぶね。ハスクのね、毒の蜘蛛結構厄介なんですよね。よし、OK。
ゃいないわ。いた、キャプテン発見。ちょっと待って、オーケー、よし。え、なんかえ、トゲかなんかいた。ちょっと待って、なんかトゲだ。なんかやたらダメージがあって、おうおうおお、デスバーターも使っちゃったなと思ったらトゲだわ。ちょっと待って、神秘取らせて。なんだ、ナイトモード最悪だ。ナイトモードはね、休憩できなくなるからもう嫌いなんだよね。もう休憩できなくなるのが本当に嫌。よし、オッケー。ちょっと待て、おい、雲との相性は悪い。よし、いいぞ。2体いるんか。よし、オッケー。もう、ちょっと待って、まずは旗をね切らさず取っていきましょう。いい、引けいい。よし、あー取れてない。死んでも取りたいと思って行ったんだけども、わーわーわー、マジか。待てって、まずは旗よ。よし、何がなくとも旗を取る。で、なんだったの神秘は。プレイヤー HP60% 減少。今回かなり当たりが出まくるな。マジ、あぶねえ、死ぬ。死ぬ死ぬ。やばい、あぶねえ、危なー。今回エグすぎる。よっしゃ。はい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 。HP 減少との相性が悪すぎる。よし、あー、船攻撃力も下がっとるしね、なかなかきついよ。よし、でも攻撃力下がっちゃいるけど、まあなんとか倒していけはするね。大丈夫、倒しさえすればいけるんで大丈夫です。いた、どこだキャプテン。キャプテンどこ。いやー、ちょっと待て、どこだ。あー、暗いから見えんかった。ここね。おい、動き早い。よし、脅威3、 OK。 よし、なんとかね、影のブリューを使いながら来れたよ。いきます、いけるかなこれ。よし、あ、やばいやばい、もうちょっと待て、きつい。あー、やばい、きつい、こいつはきついぞ。待て、あー無理だー。はい、ということで戻ってきました。トゥルースシーカーはちょっとね、現状で扱いにくいかな。リーチも中途半端だし、ダメージもめちゃくちゃ高いわけではないので、どっちかにね釣った方が良さそうです。ちょっと俺には合わなかったかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。